足の色は何色ですか？もういっそ折れたままで捨てるほど逃げ出すほど強くないよ。ほらもう一度鼓動高鳴る何か正しいかなんてわからないけど、形のないものばかりが大切になってゆく。飾らない言葉だけが強く結ばれてる。またつまずいて転がってそれでも砕けない。魂の色は何色ですか？ただ傷ついて強がってそれでも見つけたよ。魂の形確かめてるよ。深い地の底で一人扉と鍵を探すおとぎ話はほら泡のように全部消えてカッと残像だけ